まずクエン酸と洗面器を用意します。洗面器に電極がしっかり浸かる程度の水を張ります。水を張った洗面器にクエン酸を入れ、しっかり溶かし電極を入れます。このまま10時間以上つけ置きをします。つけ置き後、水中で電極を振り洗いしてから取り出し、流水でしっかり洗い流しましょう。風通しの良い場所で自然乾燥してください。電極のお手入れ方法は以上となります。水素風呂リタライフを快適に楽しむため、定期的なお手入れを忘れずに。